到着。すごいじゃない。やったらです。見てください、スナイパーです。グッジョブ！あふれろ！エレナーよ！サポートです！応援してますよ！敵よ。警戒して。Yeah.
発見。警戒して。決めるわ。弱ってる。グレネード行くわよ。グレネード行くわよ。フライボイナでダウンしたわ。終わらせるわよ。弱ってね。やっぱりチャンス。アサシス、これでダメ。弱ってね。決めるわ。敵よ。決めるわ。フライ、すごいので。敵よ。投げるわ。グレネード行くわよ。グレネード、やるな。マスター、トレジャーボックスです。弱ってないよ。今チャンス。すごいすごい。弱ってない。今チャンして。行くわ。クリティカル。投げるわ。すごいので。やったな。弱ってるわよ。今がチャンス。やった。素晴らしいです。アサシス、嬉しいね。すごいのです。すごいすごい。ヘイトを散らして。ダウンしたわ。終わらせるわよ。弱ってるわよ。今がチャンス。今集中攻撃。弱ってるわよ。今がチャンス。素晴らしいです。アサシス、もっとやれるか。発見。決めるわ。ドレジャーボックスがあるぜ。クライヘイトが集まってくるわ。クリティカル。やった。やった。今集中攻撃。やった。おめでとう。発見。やっ。
攻略としてはかなりいいペースだと思うよ。そろそろボス戦のことも考えておかないとな。あ、私弾薬、私もそろそろアイテムを整頓したい。リーダどうする？マスターはこう言って、休息も大事な作戦ですよ。使いますよ。グッチャン、キリト、ありがとうです。キリト、何でしょう。レベルアップね。レベルアップ、そうだな。まだまだレベルアップだ。
どこかでお茶でもしない？今日はずっと賛成。いつものお店にでも行きましょうか。冷たいものが飲めればどこでもオアシスだよ。確かにオアシスにでも飛び込みたい気分だ。ずいぶん混んでいるな。珍しい。中央のモニター見て。あれ、MMOスプラ、人気の VR ゲームの紹介や攻略情報を特集しているネット番組だよ。気持ちがいいくらい調子に乗っているね。 AGI 型最強論を唱えていたのはゼクシードじゃないか。流行に踊らされる方がおバカさんだわ。いっだな。まあ流行は大事な情報だとは思うから、うまく利用するつもりでいるけどね。誰かさんって。そりゃ目の前の、ゼクシード、偽りの勝利者よ。今なんだあいつ。痛いね。ゼクシードにムカつく気持ちはわかるけどよ。これが本当の力、本当の強さだ。愚か者どもよ、この名を恐怖と共に刻め。俺とこの銃の名はデスガンだ。なんで？何が起きたの？ゼクシードは緊急ログアウトしたみたいだけど、あの苦しそうな表情、おかしいわ。それにさっきの変な拳銃使い、デスガンだっけ？あいつは一体って、あれ？どこに行ったんだろう？不活でしたわ。みんながゼクシードに気を取られているうちに姿を消したみたいね。システム的にありえない。ここは GGO、 あのソードアートオンラインではないのよ。そうだよね。何かの演出かトラブルだよね。そもそも MMO ストリームは GGO 内の番組じゃないの。独立した VR 空間で撮っている番組を中継しているんだもの。弾丸がモニターを越えて別の VR 空間に行く？そんなことは絶対にありえない。でもタイミングが良すぎるな。それとセリスカ君、猫の皮が剥がれかかっているよ。猫なんてどこにいるのかしら。そう、デスガンとやらを追跡しようと思ったんだけどね、外に出たら影も形もない。アバター名もプライバシー機能で隠していたし、計画的な行動のようだな。タッチの悪いいたずらね。運営に報告しちゃおうかしら。いたずらね。少なくとも彼の呪詛は本気のように聞こえたけどな。なんてね。まあトッププレイヤーへのひがみだろう。怖い怖い。そんなの行かなくていいわよ。あんたって付き合そうね。でもバザルト、あり得る。バザルト君のビマスター、ジョーはそ優しいわね。
レイちゃんはさっさと片付け。では行くときは私も。僕も見に行こうかな。面白そうだ。キリトさんたちも行きたがるんじゃないかしら。あら、そうしたらお弁当。お弁当は素敵です。よう。けどよ、アファシスちゃんも一緒なのは分かっ。こんなテンション上がることは見逃。どうも。直接話すのは。こんにちは。決闘だって。僕も混ぜてよ。待て待て、お前さんたち全員と挨拶していたらこういう派手なのは趣味じゃないが、ま、見届け人は決闘に必。男の究極勝負といえば決まってら。お前さんは会った頃と比べて格段に。今まではお前さんの実力を考え、今日は本気の手加減なしだ。準備ができたら言え。俺様油断しないように。彼は愉快なキャラクター性に。そうね、戦闘は意外と冷静なタイプよ。ゴキブリ並みのしぶとさをなめてはいけないわ。おい、いつきに釣りすか。すまねえな、アファシスちゃんと。お前だが、男には引けない時があるんだ。いざ。行くわ。当たってくれよ。やっ、はっ、やっ、えい、
めるわ。それやってやる。やった。くらえ。やっ、当たってくれよ。やった負けた。ジョー、お疲れ。アファシスちゃん、私はマスターのアファシスで、でもジョーはマスターもありがとうございました。とってもかっこよかったです。もちろんです。くぅ、男に涙は不要だって言うのに。約束通りお前さんに俺様の一番。そういえばそんなことをメールに書いてた。俺様だ。は？え？それはあまり欲しくないかも。だよね。同感。なんかちょっと怖い。おい、待ってくれよお嬢ちゃんたち。戦力アップ、友情アップ、男気アップできるんだ。結構ですわ。帰るわよ。マスター、どうしたらいいですか？そうだね、僕もそう思うよ。自分のスコードローンをほっぽってきた人のセリフでも、実際お仲間のことを。男の約束にはちげえねえんだな。まあまあ、まずはクエストの時とかに。ジョーがクエストに一緒に来てくれたら心だよな。そうだ、よろしく頼むぜ。マスター、この間話したことを覚えていますか？あ、それもあるんですが、理想の関係のあれから考えたんですが、あ、今はもうマス正解なんてどこにも。あの時も言いましたけど、マスター優しいところとか楽しいところとか変わってない部分もあるけど、そういうのは成長っていうのか。私も一緒に。マスター、私マスターのことが大好きです。マスター、さっきも幸せだったのに、それよりも上があったなんて。マスター、これからも頑張りましょうね。変わらないこと、変わること、どちら、私たちの理想を目指して。なんでしょう、ワクワクです。マスター、わーい。
されますよ。キリト、どうしたの？突然全員集フィールドボス討伐ですか？ああ、実は突然で悪いんだけど、みんな。そんな、 SBC フリューゲルの攻略はどうするの？どういうことかしら。もちろん。ぜひ聞きたいな。納得がいく事情があれば考えるけど。キリト君、また何か大変なことに巻き込まれたの？違うよ、アスナさん。キリト君は自分から首を突っ込むんだよ。そうね、シャキシャキ吐きなさい。俺、パパの今までの行動を統計すると、ママやリーフ。なるほど、参考になります。ユイやプレミアまで。まあ、アスナたちがある人物から連絡があったんだ。 GGO で不穏な事件が起きているってさ。ある人物、わけあって誰かは言えないんだけど、昔ある事件をきっかけに知り合った VR ゲームには詳しくないからって。逆に、それって警察とか？まさかキリトさん。そんなことないよ。俺はあくまでも善意。これから話すことは機密情報なんだ。本当はそれだけじゃ納得できないよ。だから依頼を引き受ける条件として、君たちに情報、家族や仲間にも言わないでほしい。分かったわ。先日死亡事故が2件起きた。どちらも一人暮らしで、地方回復。2人とも VR ゲームをプレイ。ゲーム中の不幸な死。ああ、不幸な事故と言えるだろう。だけど、つまり正解。ランキングに入っているゼクシード、それにゼクシードってこの前 MMO 銃で撃たれた。そいつは、ええ、デスガンと名乗ったわ。ウスシオタルコもそのデスガンに撃たれた直後。そうか、君たちも目撃していたのか。アバター名はプライバシー機能で隠されていたよ。顔はマスクで全体を覆っていたので。身長はクライン君と同じくらい。おそらくそれとあいつがつこれかな。これがデスガンの銃。この銃、なんで。シノン、シノンさん。シノン、大丈夫よ。私たちはここにいるわ。ごめん、少し気分が悪くなって。うん、そうだね。疲れているんじゃないかな。あっちの部屋、ほら、行こう。横になった方がいいから。アスナはキリトの話を聞かないと。あとは僕に任せて。分かった、お願い。話が終わったら私もすぐに行くから。ユキさん、私も付き添うわ。さ、こっちに。仲間なら心配すべきだろうけど、事情は聞かないでおくよ。シノンちゃんは急に具合が悪くなった。私たちみんなありがとう。悪いけどシノンにもそう言っておくね。気にするだろうから。キリト君、さっきの話だけど、
まさか GGO の使用、そしてアミスフィアの性能から言っても。そうよ、 GGO はソードアートオンラインじゃない。だけど二人死んでいるんだよね。それもデスガンに撃たれた直後に強制ログアウトして音信不通だ。じゃあ何、 GGO で殺されちゃう可能性があるってこと？でもどうやって？アミス…だけどキリト君は可能性があると思っているんだよね。だから私たちに当分ログインするなって言ったんでしょ。あくまでも万が一の可能性を考えてだ。俺たちの知らない抜け道があるのかもしれない。私はしばらく GGO を離れてもいいよ。ただしキリト君、俺は調査があるから残るよ。デスガンが何者かでしょ。だから私も残ります。キリト君一人じゃ心配だもの。うん、キリト君一人残すわけないじゃない。クレハさんたちは念のためしばらく来ない方がいいと思うけど。その結論を出す前にデスガンの目的は何なのかが気になるな。今のところ有名プレイヤーを狙っているようだ。デスガンが大勢のプレイヤーの前で裁きと特定の個人への恨みでは。そうだね、僕が見た時もゼクシード個人というよりはもっと。証拠はないけれどトッププレイヤー狙いの可能性が高いか。そうするとこの中では。キリト君、アスナ君、シノン君、ゼリスカ君に、ついでに僕もかな。そして君だ。驚くのも信じられないのも当たり前だよな。俺だって GGO で殺人が起こせるわけがないと思っている。ゲーム内からの干渉で現実世界の人間の心臓を止めることはできない。あくまで偶然の一致、それが俺の結論だ。でもデスガンの存在が気になる。音声の録音データだけ聞くことができたんだけど、デスガンからは本物の殺意を感じた。本物の、ねえ。今後のことはよく考えてほしい。俺はここで待っているから、結論が出たら教えてくれ。みんなも迷っているみたいだな。君が相談に乗ってあげてほしい。ねえ、ちょっとどういう。それになんでキリトさんがそんな情報を知っているの？シノンも様子がおかしいし。分かってるわよ、私もキリト。ごめん、確かにパニックになってたかも。アスナたちは冷静だったのに。すごい人たちってこういう時も違うのね。なんか自分の凡人ぶりを思い知らされちゃうな。うんうん、独り言気にしないで。私は GGO から離れたくない。 SBC フリューゲルを絶対に一番にクリアしたいから。デスガンが出てきたら返り討ちにしてやるわ。だけどあんたはアファシスの件もあって顔が売れちゃってるからね。無理に付き合えとは言わないわ。万が一あんたが狙われたら。ありえないはずだけど、そんなの考えたくもないもの。僕の考え？そうだな、少しさすがにデスガンに今すぐ襲われるわけではないだろうし、総督府前の広場で。答えは出たかい？みんなの話も聞いてみてくれ。私がどうするか？だって GGO で人が死ぬ。ソードアートオンライン事件の後、 VR 関連の技術者は徹底的に検証を行ったわ。 Yeah, my mic's pretty bad.
社会が VR を悪とみなし否定する中で絶対の安全を謳って生まれたのがアミュスフィアなの。もう二度とソードアートオンラインのような悲劇を生まないため、 VR の発展を止めないために、もちろんソフトウェア面、ゲーム運営側も安全確認を徹底しているわ。 GGO だって外部向けの連絡先は非公開だけど、ゲーム内でのユーザーサポートはしっかりやっているでしょ。だからキリト君の懸念は理解できるけど、私は GGO を離れないわ。そうね、仲がいい友人が関連の仕事をしているの。だから GGO が安全だと私は確信している。答えは出たかい、みんなの話。なあ、アファシスちゃんを譲ってくれ。あんたまだ言ってんの？気が変わることだってあるかもしれねえだろ。風の吹くまま気の向くまま、俺様、つまりお前さんの昨日の考えが今日にはあっさりか。どうだい、西部劇じゃないんだし、わけのわからない意思は変わらずってことか。じゃあな。はあ、ジョーは何を言っていたのですか？あ、レイちゃん特に気に。でもあの人どうしてあそこまでレイちゃんにこだわってるのかしら。前にレイちゃんのことドジでアホなことやってるけど面白いやつだって言ってたわよね。でもそれってレイちゃんを諦めない理由としては正直微妙よね。何気にひどいことを言われている気がするのです。Like, if I go into an Xbox Live party, people have a hard time hearing me too. And it's just... Even though I have the mic right in front of my face, it just doesn't work. It doesn't matter what headset I use. I think it's the fact that I'm using an all-wired setup. I'm using a wired controller. And Microsoft doesn't seem to have its own, like, wired controllers, so you have to get off-brand ones. Which is pretty dumb, honestly. I mean, why wouldn't they do that?なるほどね。でもそれならデイジーちゃんとか他の子もいるわよ。そうです、 GGO の AI は他にもたくさんいます。ちょっと考えたの、私はもっと。おお、バザルト・ジョーをトレースするってこと？以前からただのゲーマーとは思っていなかったけど、キリト君という人物は何者なんだろうね。おそらく彼は殺人事件にデスガンが絡んでいると直感しているのだろう。つまり否定しながらもそれでも冷静だし、自ら動いて事件を解明しようとしている。僕は平和な日本で生きている人間ではないから。なんてね。これでも人に裏切られて死にかけたり
だから冗談、君は人の話を鵜呑みにしすぎる。キリト君の話に戻そうか。僕は死ぬ可能性を知っているようなのに、それでも、ああ、キリト君のモテぶりを僻んでいるわけじゃない。アスナ君たちはね、死というものを認識していると思うんだ。彼女たちには信頼だけじゃない覚悟がある。どうしたら、そんな優しい目で見ないでくれ。そもそも信頼 100% の関係なんて、 GGO で殺人が起きるよりありえないよ。 Dude, man, you don't trust people, huh? アスナ君たちはとても仲がいいけれど、絶対裏ではキリト君をめぐって苛烈な争いが起きているはずだ。でもしばらく一緒にいるけど、そんな気配が全く感じられないんだよな。それにしても優しいな、君は。冗談 50%、 嘘 50% の僕、君はきっと平和な国に命の危険もない生活を送り、穏やかな日々を過ごしているのだろうね。僕はね、そんな世界には退屈しかないと思っていたんだ。しかし、取れないブドウは酸っぱいだけ。ああ、ごめんごめん。何の話だっけ？ジージー、僕はデスガンなんか何とも思わない。ああいう猛質に囚われた輩はよくいただね。今は、キリト君や君たちを。話の結論までやたらかかったな。長話は、君は、周りがどんな意見だろうと、自分で。だから、これでお別れにならないことを祈っている。なんてね。たかがゲームさ、気楽に考えればいい。ただし、僕はデスガンなんか何とも思わないとは言ったけど。Oh, nice. How you enjoying it? I'm playing on the Xbox One. I like my big screens, not gonna lie. I would definitely play, like, there are some games that are only available on the Switch that I would definitely love to play online, but I just don't have a capture card. That and I gotta fix this mic situation, and just in general, all the shit stuff about my setup.I don't have a face cam, but I'm not really gonna go that route, I think, for a while. I might do it if a certain goal gets reached on, like, Patreon or something. Or if I get enough donations through Twitch. Once I'm able to do that. So, か。みんな、GGO に残るのか。まあ、あくまでも万が一の可能性だからね。ただ、デスガンはなんとなく嫌な感じがするんだ。だからできるだけ。外に出るときは誰かと一緒に行動してほしい。君もアスナやシノンたちを気にかけてくれると助かる。俺は当分地道にデスガンの情報は、奴のアバター名が分かれば知り合いがザスカーに紹介してくれるんだけど、プライバシー機能で隠されているとな。あ、もし君たちがデスガンを見かけても、むやみに近く俺にメールをくれればすぐに行くから。ありがとう。俺も無理するつもりはないから心配しないでくれ。それに、みんなのログイン時間は攻略に当てて、夜中は情報収集をしてとな。うん、平日の昼間に睡眠時間を確保。その辺はぼちぼちやるよ。うちには食事をちゃんと取らないと。あ、そうそう、アスナたちも全員変わらずログインする。俺のお目付けもあるだろうけど、やっぱり攻略にデスガンへの警戒は必要だけど、みんなで SPOh, yeah. Yeah, when I think I spent the first entire hour of my playthrough customizing my first character. And then when I got the Orphysis, I was like, oh gosh, we gotta spend another hour doing this. But it went by a little faster because I already had an idea. You can't see it, but I got like my right eye here is slashed and it's red, a different color. So for her, I have her left eye with like the tattoo thing because it's not a scar. And.Her eye is also red. So I decided to make us like two halves of one person.
That's the route I went with it.